めめめめめめ。いや、説明できたよ。もう挨拶。ボードの挨拶が思いつかんくなってね、適当にやっちゃったよ。えーとね、前回のバード。赤手に入ったんよな。近いの鍵。この近いの鍵っていうところをね、ちょっとね。ちょっとどこで使うかさ、思い出すためにね、ちょっとこの収録始める前に、ちょっと下見してきたんで。場所は。覚えて。おります。 という、ことなので、あります。なぜこんなに一泊一泊起き,て起きながら話すかっていうのは、もうそういうのはどうでもいいけどね。下見したのにな、どこにあったか大体覚えてないっていうね <laughs>。とりあえず、あれを使えば、使うのが今回のパートナー初めてぐらいしか覚えてないっていうね。ここじゃ。そうそうそう。ここじゃ、ここじゃ。<laughs> あ、ここじゃない <laughs> 下見で訪れたことはあるけどな、こっちこっちもう、うろ覚えや、さっき見たばっかなのに、うろ覚えなんゃ俺頭ばっかになってきてる。えーと、回復の回復制約使っとこう。えーと、すみます。ここだったよね。あれ、ここじゃなかったっけ <laughs> もう俺、チャランポランな覚え方してるよ。もう俺、チャランポランな覚え方してるよ。チャランポランズに入るぞ。チャランポランズって何だろうね。 あれ、どこだったっけもうガチ忘れー。ガチ忘れ、ここではなかったのを覚えてるね。どこだったっけ左だったっけ <laughs> あ、じゃあこの犬邪魔なんだよ。こっちだったっけ <laughs> もう、うろ覚えなんやけど。うろ覚えなんやけど。<laughs> あ、こっちか。こっちやで。<laughs> そう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 。俺、下見してきたんここじゃ。 下,があ下から来てる。下から来てる。<laughs> 下から来てるよ。邪魔だよ。もう、とりあえずここで鍵使ったんですよ。あ今触った。今触った。けどいけた。今触った。向こうなん。よかったよかった。危ないな。弥生ちゃんにちょっと、その情をかけられた。女王ね。ここは、すごく強いか力を感じる。もう強い力が発生しそうなお札貼られてますからね。色合いがさっき、なんかこれまでのお札とは全然違います。ふむ。 どうやらレイジを使っていたらしいな。お前どっから出てきたん呼び出すアイテム使ってないどっから出てきたんお前。あじ、地震いや、レイジの力をかけつけた悪霊が近づいている。マジそんな戦う手が来るぞ。ああ、本当に悪霊的な悪霊チックな悪霊出てきた。だってゼロでもできそうやもん。月はみの仮面とかのゼロに。なんなんこの赤いやつ。ああ、どうすればいいの 一旦戻れ,れないなんか変な力働いてるあ、でも素取りできたわ。ただ問題はですよ。あ、お札は、剥がせってか。お札は、剥がす。えー。どうすればいいのちょっと、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 行ける道すないでぜ。あーああ、お前ら、女の子に対してリンチとかどうどう,どう思うよ。女の子に対してリンチとかさ、お前ら人間じゃねえよ。 セーブしなかっただからね、ちょっと戻ってくるのがめんどくさかったよ、お前ら。思った。ここで使うんじゃねえ、あれ。えっ、ー、と、BGM がちょっとうるさいけど、溜まっておいて。な、どれやったっけえっ、ー、と、これだ。犬神を呼ぶことができるで犬神バックファイヤー。犬神バックファイヤー。あ、やっぱり、犬神バックファイヤーだ。犬神バックファイヤー、聞いとるわ。うっしゃお前ら、さっきはよくもやってくれたんだ。もう、わしが、わしが主に代わってお仕置きよ。主に代わってお仕置きよ。 イエスイエス今入んイっすなるほどこういう使い方だったんだなるほど次から覚えておこうっていうかいつものさ黒く赤は光ってない悪霊とかも同じ方法で倒せるんかもしれんな邪魔になったら使ってみるのもありかもしれんこれは鍵ふむわずかだから神崎の力を感じるさっきの悪霊どもも鍵の力を感じて食ったのだろうな 鍵に悪霊の力が湧いとったがなるほどよくわからん <laughs> 怖かったよ確か道家が隠し部屋があると言っていたのその部屋の鍵かもしれん隠し部屋うーんこの村がもうさ隠された村なんやけんそこに隠し部屋言われてもなもうあっちらこっちらポッポッポーな頭の中になってますよ意味わからんねそうなんだ 部屋に何かあるのかも俺もわからんがなかかかかかだから探してみる価値はありそうだぞそうだね、探してみよう神崎家の鍵かっこひ、ひ、かっこひだってどこにあるんだろう、それ探せってか <laughs> 俺そういう探す系苦手なんだよな鍵ね、そもそも鍵かかってそうな場所があんまどことかそういうのよく分かってないんだな ここに何もないないね。何て読むのこれ。魂の成仏を祈りここに名を刻むお前もにあった。やった。バチ当たりなことした。お前もおにかっぱらっていた。バチ当たりなことしたぞ。犬神さんが別に許してくれるんだったらそれでいいような気がするけどね。バチあいたお前、邪魔。あ、邪魔邪魔。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  もうここ開いていいんじゃないなあ、ここ開いていいんじゃない開いていいんじゃないじゃ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 まゃじ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  あ何？なにえなにあれここの畳だけずいぶん綺麗だちょっと動かしてみようああわ <laughs> かるかよーいやいやよいじゃんが勝手に見つけてくれたんやけどさわかるかよー。そりゃわからんわ。 隠しとか言うんやけどさ、なんかの後ろとかそういうところにあるんじゃろうなって思って調べようってのにさ、これは畳の下とか言われてもさ、知らんわ、キョンくん畳みたいな感覚で来られても知らんわ。わからんかいや、10分ぐらい探したわ。これが隠し部屋の入り口かな。進んでみよう。行くわ。セーブさせて、でもセーブさせて、ここまでめんどくさい。えー、セーブめんどくさい。セーブもめんどくさいな。行こう。<laughs> この先にセーブポイントあった。セーブポイントあった。 わかった。よし。あいしょ。何個か隠し扉があるわけですから、それなりに重要なものを置いているは、あるはずなんですが、神崎の子孫へこれを記す。私は神崎家初代当主の道犬である。道犬さん、噂聞いてますよ。サインくださいよ。これを読んでいるということは、八重の封印が解けたということだろう。的中です。 すでに犬神から聞いてるかもしれないが、なんで聞いてること分かってんの <laughs> すごいな、あんだ。呼んでるな。その時代の八重は霊力がほとんど残っていないはずだ。我々神崎家で強力な、えっと、封印を施し、六道家が呪術で、えっと百、百目切家か。百目切家の霊力を衰退させたのだ。八重は同族の霊力を奪っていたため、同族の霊力が弱まれば、 ヤやの霊力も弱まる。我々の時代のヤやは、絶大な霊力を持っているため、永久に封印することは難しい。しかし、ヤやの霊力が極限まで落ちているその時代での封印を施せば、二度と解けることはないだろう。犬神さんとまんまにすることを言ってるじゃん。殺してしまうこともできるかもしれないが、ややに感謝しているものも少なくない。あんなやつに感謝しようとしている人もいるのが、変わってるな。その後、 ラの,の気持ちを考えてきるなら封印という形で終わらせたいと考えたそこで神崎家では特別な封印道具を作り出したおお道具は見つからないよう村に隠しているまだ探さなあかんパターンのやつかねそりゃまだ探さなあかんパターンのやつかねねえさっきまでめちゃくちゃ探していた俺の気持ち考えてくれない道犬さん道具の数を3つ3つもあるの そのうち、二つは、神崎家。一つは、六道家が生じしている。道具には強力な力が込められていて、八重に気づかれる可能性がある。そのため、神崎家の者には、音響術をや重何中にもかけて、気配を消している。すごいな、そんなものがあるのか。呪いだけじゃないね、君たち。だが、神崎の人間のみ気配を感じ取れる。霊感が少しでもあれば、すぐにわかるだろう。じゃあ、やえだ、えっと、八重ちゃんだったら生きるってか 道具は神崎の当時が変わるごとに乱行術か。乱行術の掛け直しと,とともに場所も変更している。これを見ている者にはその道具を発見し、やを封印してほしい。なお、使い方はこの部屋にある。本に記してある。危険は伴うかもしれないが、子孫に最後の役目を押し付ける形になり、本当に申し訳ない。無事に成功することを祈る。道拳。道拳。 うーの,の歌おうーのうーたをち違うなこれウ縁道具それがあれば、さえを助けられるってことかな。そういうことになるな。俺は道具の場所も気配もわからん。つまり、やるかやらないかはお主次第と言うわけだ。それでさえが助かるなら、うまくいくか不安だけど、やってみるよ。悪霊に食われんよ気をつけるよ。カッカッカッ。もうお前、不気味なこと言うなよ。お前。演技でもないことだわな。 封印術の方法が書かれた本を見てみよう。うわー何今の英術今の英術 <laughs> あったこの本だ封印術。マイチンの木、マイチンの木、かっこいいな。えっと、封印術に必要な道具はなんて読むんこれなんて読むんこれリーアル読めない漢字を2つも並べるな。笑顔と心脳と。 の玉三つまず紙の名を記した2枚の皿を直線状になるように距離を空けて土中に埋める土に埋めるんかいな <laughs> その後2枚の皿に恩の玉を埋めるあ間に恩の玉を埋める間に一直線になるようにするんだ道具の設置方法に関しては以上である恩の玉が怨念や 邪気の類を感じ取ると、それらすべてを封じ込める。あつまり、八重を感じ取って、封じ込めてもらおうっていうことか。これだけでも十分な封印術ではあるが、八重の力が強大であるため、さらに神の力を持って、恩の玉を封印し、さらに結界を張る術式にした。我々、神崎家と六道家の力を集約した究極の <laughs> 封印術である。究極なって言っちゃったら、なんかちょっとかっこ悪いよな。 究極って言うたらさ、簡単に究極って言葉を使わんでほしいな。<laughs> この封印が成功すれば、刃は二度と現世に出てくることはできないだろう。抵抗を祈る道犬。道犬さんも、俺に、私にそういう宿命を負わせないでほしかったな。これが封印術道具を見つけることができれば何とかできるかもしれない。封印説明の書。 もう忍たまの友みたいな、忍たまの友の人みたいな感じのことを言いやがって。あれもう一つ似たような本がある。え、一冊でいいやん。完璧、完璧句で作った霊、え、霊石と、霊石っていいよなこれ。霊石と強い。この二つがあればきっと永遠の命は手に入るかもしれない。なんとも単純な方法で手に入って,入ってしまうものだ。しかし我々には難しい。もちろん、ややにもだ。悲しい話だ。 永遠の命んどうした弥生よ。永遠の命ふ <laughs> っふふ。へっへっへっへ。まったく道拳も愚かな男だな。これでは八重と何ら変わらないではないか。ほらよ、永遠って言葉をな、体らしく使ってんじゃないよ。お主様が永遠の命が欲しいのかまさか、きっとつらいだけだよ、永遠の命なんて。 まあよい。永遠の命を手に入れることはそれ自体は間違いではない。しかし、同時に楽しくもない。人の生徒は選択肢の連続だ。人は選び続けなければ嫌ならないのだ。自分の行く末をな。だが永遠の命を手に入れば、それももはやに人ではない。人として永遠に生きたいと思う気持ちは間違いではない。だが人で亡くなった時、人として生きようと思うこと、それが間違いなのだ。 かいのかわからんよ、哲学言われても僕の頭ではね。くっくっくっ、なんとも面倒なものだな、人間とは。お前の説明が面倒だったよ、今。だってわけわからないんだもん。あいまいち何すればいいか今わかったよ。わかったけどさ。要するにですよ。 封印道具また探せってことだろ。<laughs> 探してばっかだよ <laughs>。えしかも平通り探せた上での話やけんな。また、これまで探した中に新しく出てきたんだろうなって思うと憂鬱でしかならないね <laughs>。というわけで今回はこの辺で。次回から頑張りますよ。宝探しを3つもやらないわけです。はい。みんな、またね。仕上げ。 ととうとう八重を封印する方法が明らかにこれで八重との戦いに備えることができるぞただ一つ言わせてもらうとまた探すんかーめんどくさいなーめんどくさいなー